ますよ。あ、読み込めない。はい、私 RG のさ、スタビックあるあるめっちゃ好きなんで、それ変なところに数えてあ、ジュンやばい、来る来る RG 早く言いたい、早く言いたい。
バンドはちょっと本当に集まりがちょっと悪すぎて本当にびっくりしました。本当に聞いてほしいんだけど、本当に初回はマジで3時間撮ったんだけど、大石が2時間遅刻して、で2回目マジで教えとったんだけど、まあ、相原が来なくて、あー倒れた倒れた3回目はまあまあ2人ともね、まあ、なんか1時間ぐらい遅刻してきたけど、そんな遅れてやばいよ。違う、大石が1時間遅刻したんだ。やばいよ本当に。留年が決まっちゃったんで。そうね、まあそれは親と会議してたんで。で4回目は、まあ、大石来なくて、来ない。てか大石ばっかでやめます。角風は全部 OK。 角風で初回30分遅刻した。あれ、ごめんなさい。悪いぞ。いいぞ。ダメ。痛めつけろ。もういいじゃん、実は。今練習しない。俺の悟りの中でも一番難しい曲だと思うので、大石くんも頑張ってくれたので、まあ、そこをね聴いていただけたらなと思っています。遅刻は罪って聞いて、すいません。はい、まあ、俺も人のこと言うね、まあ、とりあえずやります。
緒に最後やりたいなって。ミサビクスキットですね。おいしも。おいしは、なんだろうな、すごいね。いいやつなんだよ、おいしは。すごいいいやつなの。そうそう、すごいいいやつだし、ギターもうまいし、おいしが一番なんだかんだね。スタジオも楽しいし、ね、うん、楽しいんだよ。すごいこのね、サークル、サークルじゃない、卒コンメンバー、すごい楽しかったです。あとね、カド君は、正直はこの、自分卒コンは4年生しか誘わないなって思ってたんですけど、なんかそのミスタービッグの、なんだろう、その感じ的に、なんか申し訳ないってちょっとジョーとかちょっとお世話はちょっとなんか合わないな申し訳ないなんか両代ません両代ちょっと合わないかな合わないで済ましてちょっと考えた俺はよかったもちょっと合わないかなめちゃめちゃいいなと思って、スタイルとかもすごいビッグにやってるし、なんか頑張ってくれそうだなって思って遊びました。以上です。ありがとうございます。はい、本当にすごい楽しかったです。4年間本当にいろんなことがありましたけど、はい、すごい楽しかったです。ありがとうございました。幹部時代にね、そう椅子を片付けない2時間くらい違ったんでしかも俺は行かないっていう誰もツイートした相原はマジで人間なんですその瞬間はクズだマサ、歌ってください。はい。みんな影山が珍しくちゃんとコーラスをみんなに指示してたから。マサが。コーラスやってっつっても一言も喋んない。